じわの朝アルミの弁当箱を乗せて自転車で町工場へと向かった朝の8時になればサイレンが急かす人の暮らしを母親は子供たちを外へ追い出した大田のおじいちゃんが孫の高棒を馬車に乗せ干からびた思い出を語りに来る少女はシルクのドレスに包まれてそれは優雅なものを光る妖精のような少女は垣根の向こう芝生の上で今日も走っているでもあの子は優雅に走る快感広場のパン屋は一日一度広場に来るけどねだれない暮らしは知っていた泣かずにはいられない多くの夜を過ごして人は人夢を持てと教えられたそれでも毎日が楽しかったのはあの少女のおかげいつも通り過ぎるだけの少女の家ある日少女はシルバーグレーのジャガーに乗せられて俺の前を優雅に走り去った俺のいる階級はただがむしゃらに走る階級でもあの子は優雅に走る階級階級はただがむしゃらに走る階級でもあの子は優雅に走る階級